どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はですね、先日の国民祭典で嵐が、歌ったという、奉祝曲っていうのは難しい字ですね。奉祝曲である Ray of Water という曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレいう簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした超簡単バージョンなんですけど、これはですね、まあ、純粋に私が耳コピして本当に簡単バージョンにしてますから、で1個だけちょっと分かりにくいコードちょっとこの後解説しますんで、ね、見といてください。で、後半のもう1個のバージョンは弾き方をもうちょっとこうロマンティックにした壮大なイメージでやるというかっこいい版やります。2バージョン最後までご覧になってくださいませ。さあ、大好きな曲、今歌いたい曲、聞いたり、カラオケで歌ったりするのいいんですけど、楽器と一緒に弾く弾き語り、これぜひほんと楽しんで始めていただきたいです。というとですね、ああ、いいな、でも私ちょっと楽器は無理なんです、苦手なんですという方多いんですけど、あります、ウクレレがあります。ウクレレだったらすぐできます。簡単ですよ。いつでもこう、ちっちゃいから持ち運べてね、もう弦も4本しかないし、ぜひおすすめしたいんですけど、今ご覧になってるガズレレ YouTube を見て、どんどんウクレレできるようになっちゃいます。もうちょっとしたらね、ここら辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ、もうできちゃったって。あっという間になりますからね。はい。で、しかも YouTube ですから、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでも見られるし、しかも無料。これは始めましょう。さあ、リンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クイック。行ってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためた800曲以上のありとあらゆる音楽、ウクレレで簡単に弾けるようにレッスン動画でアップロードしております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロから演歌、洋楽もたっぷりある、ハワイアンもちろんあります。アニメソング、映画の曲、あらゆる曲をウクレレで簡単に解説してますんで、さっきのね、リンク先のところで曲検索とかジャンルボックスから選べたりするようになりますんで、どんどん音楽やっちゃいましょう。はい。で、今回ちょっと2つ、事前に解説しておきます。1個ですね、ちょっと見慣れないコードが出てくるんですけど、C サスポーというコードです。C サスポー。押さえる場所簡単ですから、C ってここの1個だけなんですけど、ここです。ここを押す。これが C サスポーというコード。はい。これを使っていきます。はい。びっくりしないでください。C サスポー。C に1個足すですね。はい。で、もう1個はこの曲が3拍子の曲です。このワンブロックに3回弾きます。1、2、3という感じで弾きますね。なんでこう、1、2、3、1、2、3ってこんな感じで進んでいきますから、これ覚えておいてください。それでは行きましょう。Ray of Water。 まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。
丈夫、空は輝いて、大丈夫、君と笑ってゆく、大丈夫、君と歩いて行こう。せーの、嵐の Ray of Water、 ガズレレリュー、シンプル簡単バージョンやってみました。今のバージョンはお聞きいただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンをさせていただいております。フルでやりたい方、コード進行一緒ですので、こう2番の歌詞とか、こうか繰り返しのところとか、こう書き足していくとフルでできるようになっておりますんで、どんどん書いていってください。テロップと一緒に何とかできるようになった方も自分で書いてね、その書いたものを見ながらまず練習して、いずれまで何も見ずにこう思いっきりこう歌えるようになるといいと思うんですけど、はい、そのメモ書きをする時の参考になるように私のノートを見ていただきたいと思います。今回は最初ジャカジャカと C でやって、ここから入ったという感じです。さっきも何回も言ってますけど、3拍子の曲ですからね。 1,2,3,1,2,3 ってワンブロック3回弾いて続いていきます。で、ここにさっき出てきた C サス4というコードが出てきます。はい。じゃあまずここ一時停止してメモってください。ちょっとわかりづらいという方は動画のテロップ一時停止しながら書いていくのもおすすめです。はい。これはね、サビはね、サビ、ここがサビだ、なんですけど、これやっぱりこれラップのとこでしょうね。ちょっとやっぱり皆さん、面白くもあり、簡単ではないですね。やっぱラップ、言葉が詰まってますから、はい。タイミング、言葉のタイミングが結構重要になると思います。いいですか？で、こんな感じでどんどん盛り上がってきて、で、またサビに繰り返し。これ全く歌詞一緒なんですよね、ここ。なんで、ここ、やったんですけど、今のシンプル簡単バージョンはこれ一回やって、もう最後のエンディングのラストのパートに行ったんですけど、かっこいい、これからやるかっこいいバージョンはここ二回繰り返そうかなと思います。そして最後、大丈夫、鳥は歌っているって、これ、ちょっとここ土地がね、土地がなんかなくなってきちゃったんで、これちょっと小さい表記になっちゃってますけど、これガズレレではよくある事象でございまして、だんだんこう、あ、やばいな、最後書き切れるかなって、だんだんちっちゃくなってきちゃうってやつですございまして。はい、ここに Am が入ってると違うこと。ここも最後ね、たくさん繰り返すんですけど、この歌詞の、歌詞は変わっていくんですけど、このコードの流れをこれが、ループされていく感じなんで、ここに Am が1個入ってるっていうだけのやつで、フルでやりたい方、これを参考にして書いていってみてください。じゃあ、コードの解説、どんどんいっちゃいます。出てくるコードいきます。C、A マイナー、F、D7、G7、E7 と、さっきやった C サス4というコードですね。このコード、まあ C サス4を除いて、この C と A マイナーと F と D7、G7、E7 は、まあガズレレでいうところの入門コードのグループのこれです。ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですよというコードでございます。コードっていうのは星の数ほどあるんですけど、なかなか全部覚えようったってそうはね、なかなかいかないですよね。でも皆さん、ウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で仲良しで大変助けてくれるコードのグループがあります。それをガズレレ必須コードと命名しております。10個ぐらいあります。うわぁ、10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たらもう簡単ですよ。指1個とかのコードもたくさんあるし、1個ずつ見たら簡単だけど、10個覚えようと思うとちょっと、ね、コツがいるんですよ。そんな皆さんのために私がめちゃくちゃわかりやすい動画を撮ってます。頭にスッと入って覚えられる、楽しく覚えられる動画です。ここにリンク貼っておきます。ここでコードを覚えてください。その中の今日は 1,2,3,4,5,6 個のコードプラス C サス4ですんで、これは、ね、コードは入門コードでできます。思いっきり楽しんで心込めて歌いたい、こんな感じでいこうと思います。じゃあ、シンプル簡単バージョンは今の3拍子1ブロック3回ずつ弾いて歌った、心込めて歌ったというのが今のシンプル簡単バージョンだったんですけど、はい、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはちょっと弾き方をね、変えます。前半部分は、ガズペジオという弾き方でいこうと思います。しかもこれ3拍子ですからね。こんな感じになります。君が笑え、タンポンタンポンタン、タン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 。これをガズペジオという弾き方。アルペジオという弾き方もあるんですけど、ガズペジオっていうのはちょっとこれね、三弦の音が多いんで、ちょっとね、迫力があります。はい。まずガズペジオ。で、サビではですね、16ビートのサビではラップのとこだ。A メロ。これをね、はじめはどこかの、どんどん、チャカツ、タスカタン、ダンダン、チャカツ、タスカタン、ダン、チャカツ、タスカタン。こ
こんな感じでいこうと思います。これ3拍子なんで、ちょっと普通の16ビートの感じと違いますけど、ちょっともう一回やるね。ダンドゥクチャカツタスカタ、ダンドゥクチャカツタスカタ、ダンドゥクチャカツタスカタ、ダンドゥクチャカツタスカタ。ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、一応これ言っておきます。ガスペジオと16ビートのチャ、3拍子バージョン。弾こうと思うんですけど、この弾き方、ここにリンク貼っておきます。これちょっと4分の4拍子の解説なんで、ちょっと難しいかもしれないですけど、参考までに、ここのリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚。その中から、ガスペジオと16ビートのチャー参考にして、ちょっとやってみてください。ちなみにガスペジオはちょっと、できる、ちょっと頑張るとできると思うんですけど、16ビートのチャーっていうのはなかなか最高峰のレベルの難しさなので、難しい方はさっきとして4つ弾きでもいいと思うんですけど、ちょっとこだわりたい方、16ビートのチャー、3拍子バージョンでやってみてください。こんな感じですよ。ダンドゥクチャカツタスカチャ、ダンドゥクチャカツタスカチャ、口で言いながらがいいと思います。しかもこれ、ここでラップをするわけですから、なかなかこれ、難しくなりますけど、こういうところは面白いところです。はい。で、後半の方盛り上がってくるところになったらもう、ジャン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 、こうラフに盛り上がる、ちょっと16ビートの要素を入れて、ちょっとこうパワフルな音になるように盛り上げていこうと思います。さあ、それではこの中を未来を描き出すような、このドラマ性のあるこの壮大な曲を、このちっちゃいウクレレで表現してみようと思います。レイ・オブ・ウォーターガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。君が笑えば世界は輝く、誰かの幸せが今を照らす、僕らの喜びを流かっこいいバージョンやってみました。こうしっとり大陸的にこう世界を包み込むようなこの優しさで歌い上げたい曲ですね。皆さん大きい声で思いっきり歌っちゃいましょう。さあ、ガズさん、このウクレレでイベントやったり、このウクレレ販売したりとか本出したりとかいろいろやってるんですよ。この後ちょっとガズレレのいろんな情報載っけときますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。楽しく音楽しましょう。音楽って聞くよりね、やる方が最高なんです。どんどんやりましょう。今日は見てくださってありがとうございます。それではご案内動画どうぞ。
はい、そういうわけですね。とりあえずはですね、もう何はともあれ、ガズレレ .com ホームページをご覧になってください。ここにリンク貼っておきます。で、最新情報なんですけど、イベントはですね、ちょっと年内のイベントはもうちょっとソールドアウトが続いちゃって、参加できるイベントは申し訳ないことはないんですけど、来年、もう山盛りで今計画してますんで、情報をお待ちください。そしてこの、今、毎日ガズさんが使ってるこのガズのわがままウクレレ、これベトナムで作られてる、オールタン版のめちゃくちゃ高品質なウクレレをなんとかこうリーズナブルに届けようというプロジェクトなんですけど、昨日、事前予約販売をまた再開しました。そのところコンサートサイズはもうあっという間で当日なくなってしまう予約注文分は。ソプラノがあと若干ありますんで、もし興味ある方、ちょっとホームページ見てください。ここのリンク貼っておきます。これはウクレレ専用のページなんで、ね、ちょっとここでいろいろ見てみてください。あと、本をいろいろ出してますよ、本。はい。リットミュージック社から出てる、この黄色い本が今、来てます。はい。これ、めちゃくちゃわかりやすいんでお願いいたします。あと、主婦の友社から出てる人生を語ってるいい本も出してるんですよ。こちらも必読です。ぜひ皆さん読んでください。ブログとかね、サブチャンネルガストークっていうのもやってるんですよ。もう盛りだくさんですから、ガズレレは。音楽だけじゃなくて、やっぱライフスタイルというか、もう本当にそういうとこまでね、こう、楽しくいこう。こんな風にコンセプトでやってます。音楽ね、聴くよりやる方が楽しい。どんどんやりましょう。ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。